やあ、トーキングトムだよ。今日はマイトーキングトム第6話までを振り返るよ。僕の動画は好きかい？僕本人はぐったり。そう、初めは順調だった。でもイントロ撮影の時、不思議なことが起きたんだ。来るぞ、来るぞ。ドーン！いったー！プロデューサーはこれが面白いと思ったんだって。でも僕は何が面白いのかさっぱり。それに時速160キロの看板が当たってこの有様。恥ずかしい。でももう平気だよ。僕はすぐに怪我が治っちゃうんだ。第1話からもうびっくり。飲み物を飲んだと思ったらすぐにアクション！急に撮影が始まった。トイレに行きたかった僕をこの手が邪魔したんだ。もうほんと勘弁してよ。どいてよって願ったけど全然ダメ。しかも限界の僕を見てみんな笑ってたんだ。撮影が終わった後におしっこをしたらなんと10分もノンストップ。あー、すっきりした。この手に対する応援コメントが来たんだ。手が面白いとか仕方ないよトムとかね。ありがとう。すごく嬉しくない。他にもアドバイスをもらったよ。次は手におしっこをかけちゃえって。なぜそれを思いつかなかったんだろう。ねえ、この動画撮り直ししない？ねえ、ねえ、ねえ。次の撮影の舞台はキッチンだった。ベンが放したおもちゃのネズミを僕が捕まえるんだ。楽しそう。彼らはチーズが大好物。僕もチーズが大好き。チーズ最高。猫だからチーズはダメなんだけど、でも好きなものは好き。しょうがない。ところでこの音楽どう？僕のお気に入り。ここからダウンロードして着メロにできるよ。やってみて。で、結局ネズミだけど全部捕まえてやった。第3話ではエアロビクスをしてみようってことになった。僕は準備万端でジムに行ったんだけど、周りはみんな様子が変。この虎は何なの？実はプロデューサーがエキストラに使うお金をケチったんだって。みんなエアロビの絵の字も知らないし、しかも動きが変。みんなコメントありがとう。全部読んでるよ。一つ紹介するね。トムは役立たず。あ、やっぱり次の動画に行こう。次の撮影ではいろんな薬を使って実験をしたよ。研究所に行ったら怪しい薬がたくさん。ベンは安全だって言ってたけど、飲んでみたらこの通り。ベン、今度は必ず君にも一口あげるからね。アンジェラはムキムキな僕が気に入ったって。みんな心配してくれてありがとう。大丈夫。だって死に至る薬はなかったし、副作用だってまったく。あいや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 だ、大丈夫じゃ。続いて第5話のタイトルは「電気を消して」。そう、また例のニック機手が来たんだ。今度からは契約する前に台本をもらうようにしよう。こいつは本当に厄介だからね。あのランプはいくらするのってコメントをもらったよ。けどそんなの知らないし、どうでもよくない？僕は寝たかっただけだよ。あ、寝室に動物が隠れてたけどわかった？よく見てごらん。シーズン1の終わりではいろんな格好をした。プロデューサーはエキストラを使わずに僕に全部やらせたんだ。着替えた回数は1000回。最初のゾンビは評判が悪くて、次のヒーローは露出しすぎ。その後は髪をいじったり引っ張ったり、しまいにはなんと火だるまさ。スタッフは「トムかっこいい」って。あとダックンロールって言ってたけど、僕ダックに似てるかな。シーズン1のまとめはここまで。見てくれてありがとう。好きな動画をコメントで教えてね。僕はシーズン2の撮影に入るよ。なんか缶を使うらしいけど、とにかく例の手がなきゃいいな。あれ？今何か聞こえなかった？僕のファンのみんな、チャンネル登録をして僕の仲間の動画やシーズン1を楽しんでね。バイバーイ。